エキシビションエキシビションは、公式記録としない公開演技や模範試合を意味する。スポーツの世界において行われる特別実演。フィギュアスケートや体操競技などの客前で演技するものについては、ガーラと呼ぶこともある。勝ち負けのある試合を行うが、公式結果としてカウントしないもの、勝ち負けの判定をそもそも行わないもの、試合ではなくエキシビション専用の演目を行う。 ものまで様々である。フィギュアスケートのエキシビションは大規模な競技会ですべての競技種目が終了した後に行われる上位入賞者たちによる採点や順位付けを伴わない演技のことである。エキシビションに出場することは選手にとって名誉なことである。金メダルの選手にはアンコールがある場合が多い。ルール上の規定に沿った技と演出の中で 採点される競技とは違い、エキシビションでは技や演出の制限はない。演技時間も規定はなく、衣装や小道具の使用も制限はなく、また選手は縦回転や、ウォーレイや、ワンフットアクセルといった競技では禁止されていたり、採点対象外になるジャンプなどを取り入れたりして、自由な技と演技を披露することができる。衣装の制限がないため演技中の脱衣も可能である。 また、アイスダンス以外の競技で使用する音楽には、意味のある歌詞を伴う歌声が入ったものを使ってはいけないという決まりがあったが、エキシビションではこれらも解禁されているので、流行歌手などの曲に乗って滑る選手も多い。競技のようなプレッシャーもなく、各人の個性を最大限に発揮してのびのびと演技する選手を見ることができる。採点は行わないもののジャッジ席には、 競技同様に審判団が座っているので、選手にとっては、ジャッジに、自らの持ち味をアピールする機会でもある。特に著名な演技として、1994年の、リルハンメルオリンピックや世界フィギュアスケート選手権で、フィリップ・キャンデロロが、ロッキーのテーマで客席から登場した例が知られる。アイスショーはこのエキシビションを、単独の興行として提供しているものである。ボクシングのエキシビションは、 スパーリング形式で行われる試合のことである。扱いは公式試合ではなく、リングなど会場内で興行中に行われるコンサートなどの余興と扱いは同じである。このため、公式試合への参加資格を満たさない選手も出場可能であり、プロのライセンスを持たない選手でもプロの興行中にスパーリングできる機会でもある。ただし、スパーリングはボクシングの試合に、 極めて近いため主催するボクシング協会は他の余興より厳しい制限を課している場合が多い。日本では現役王者の顔見せやデビュー前の練習生のお披露目、引退試合として通常の工業内で行うことが多いが2005年1月25日には新潟県中越地震チャリティーボクシングと題したエキシビションイベントも開催された。また2007年には 女子の解禁へ向けて男子の工業でエキシビションも行われている。一方で事情により公式戦が不可能になった際に代替としてエキシビションとなる場合もある。その他、総合格闘技ディープにおいてボクシングルールのエキシビションも組まれている。2018年12月31日のリジン14のフロイドメイウェザー VS。 ナスカは天津戦もボクシングルールのエキシビションとして組まれたが、そのルールや内容が大きな波紋を呼んだ。選手は通常のスパーリングと同じくヘッドギアを着用する場合が多い。一方で公式戦同様に計量は実施されるが、これはグローブハンデを決めるためである。ラウンド数はイベントによって異なるが、日本では大体 2R で行われる。通常は決着はつけないか、 ご決着のみとなる。決着がついた場合でも通算戦績には加わらない。アマチュアの選手はプロのエキシビションに参加するとアマチュア規定に触れる場合もある。プロレスのエキシビションは通常の工業の中でエキシビションマッチとして行われることが多く、往年の名レスラーが同世代のレスラーか若手を相手に顔見せ的な試合を行うものである。プロレスは 他のスポーツに比して比較的高齢まで現役続行が可能なので、わざわざエキシビションと銘打って試合を行う場合、往年のクオリティを期待しないでくださいという予防線の意味があることもある。これから転じて、井上義弘がジャイアントババアンドレザジャイアント組の試合をエキシビション的と書いたことがあった。一方でこのエキシビションマッチはデビュー前の練習生同士もしくは、 練習生体選手の形で行われ、試合経験を積ませるとともに、紹介の意味合いを合わせ持ち、WNC など一部団体では公開プロテストを兼ねる場合もある。大抵の場合は3分から5分間でのスパーリングのような形となり、勝敗はつけないのが原則だが、団体などによっては、一定時間内にピンホールタップアウトを奪った回数で勝敗をつけたり、 通常の試合と同様に勝敗をつける場合もある。体操競技のエキシビションは、競技会で、すべての競技が終了した後、もしくは新体操の競技が始まる前に行われる。出場できるのは、上位入賞者で、出場できることは大変な名誉となる。フィギュアスケートなど他のスポーツで行われているものと、同様、採点は一切行われず、技の規定や制限もない。 プレッシャーがない中で、伸び伸びと演技する選手を見ることができる。バスケットボールの場合、非公式戦をエキシビションと呼ぶが、エキシビションのみを行うチームも存在する。エキシビションでは、勝利よりも華麗なプレーに重点が置かれ、これらのチームによるものを、小バスケと呼ぶ場合もある。特に、ハーレムグローブトロッターズが有名。ありがとうございます。